3月11日、白樹ホールにてピアノリサイタルを行います。原田秀夫です。2017年に始まりました人生シリーズの最終回、今回は第5回目で、テーマは光です。このシリーズが始まって間もなく、私の個人的なまあことなんですけれど、私の人生に生命とは何なのかとか、人間は何のために生きるのかということを考えざるを得ないような状況に直面いたしました。まあ、言ってみればこのシリーズとともにそれを乗り切ってきたようなところがあるんですけれども、やっとそれが落ち着いたかと思った頃にコロナの時代がやってきました。あれから2年、未だに収束していません。一刻も早く世界中に光が広がり、コロナが収束することを願ってこのリサイタルを行いたいと思います。プログラムはシューベルトとラフマイノフとスクラービンです。シューベルトからは最後のソナタ第21番を選びました。彼が亡くなる2ヶ月前に完成されたこの曲には魂の変遷の物語が書かれています。彼はその最後にまるでこう光の中に登っていくかのような形を描いて終わっています。この生命力を思うとき、シューベルトがいかに強い力を持っていたかを感じざるを得ません。後半はロシア音楽です。ラフマイノフとスクリャービン、彼らは一歳違いでモスクワで同門生でした。二人ともロシア的なものが好きだったんですが、全く違う作曲家に成長していきました。ロシア革命の前のロシアの混沌とした嵐の中で、彼らは自分の道を見つけていったのです。ラフマイノフがどれだけ揶揄されてもメロディを大切にした叙情的な作品を書き続けました。一方スクラービンは物質的なものを嫌い、超越的なもの、超越したものに喜びを見出すようになります。彼にとって叙情性も物質の一部だったようです。そしてエクスタシー、放悦の中で喜びに震えるような音、そういう音楽を書くようになります。彼にとって音楽は光そのものだったのです。スクラービンの生誕150年の今年、私はスクラービンのソナタ第5番でこのシリーズを締めくくりたいと思います。3月11日白樹ホールにて19時開演、ピアノリサイタル光、会場で皆様にお会いできますのを楽しみにしております。皆様のご来場をお待ちしております。